たたちにはただの船に見えるかもしれないけど、これこそ我らがスピナディロースらの本拠地なの。こんな風になったのはパパの個人的な趣味なんだけど、ま、センスだけは私と似てたみたい。この華やかな巨大船は航海、航期、征服、野望を意味してるの。スピナディロースらの明るい未来を象徴してるってわけ。最初スピナディロースらの輝かしい過去を語ってた時はコラでも吹いてるのかと思ってたぞ。だって輝かしい過去を持つギャングが地下水路に住んでるわけないだろ。けどこのでかい船を見てお前らのあの言葉にも説得力が増してきたぜ。ポワ村長こそスピナディロースらのルーツであり、私たちはみんなここから外に出たんだ。お待ちしておりました、お嬢様。そして大事な相棒も。フォンテーヌ邸に用事があるとおっしゃっていましたが、どうしてまたこんなに早くポワ村長に？それがね、相棒が素晴らしいヒントをくれたのよ。パパの過去の事件が原始大海の水と関係してるかもしれないってね。覚えてる？マルシラック、あの日は雨の降る夜だったでしょ。はい、リネ様の状況と似ていてどちらも不可能な事件でした。過去に何があったんだ？うん、何年も前のことなんだけど、ロシっていうのがポア村長で流行ったの。一見ただの飲み物なんだけど、人が飲むと気分が高揚してね、愉快な幻覚がたくさん見えるようになるらしいの。ちょっと待った。確か水になったあの警察隊員も原始大海の水で薬が作れるって言ってたよな。そうね、今になって考えればロシの原材料は原始大海の水だった可能性が高いと思う。そして長期的にそれを飲むと副作用が出るの。例えば集中力の低下や情緒が不安定になるとかね。逆に飲むのをやめれば倦怠感が一日中続いて理由もなく焦燥感を覚えるようになるみたい。まさに百害あって一利なしってやつね。ポア村長を管理してたパパはもちろんこれを黙って見過ごさなかった。そしてロシを全面的に禁止したの。ボスの強硬な姿勢は売人の恨みを買いました。ですが脅迫や賄賂を前にしてもボスは一歩も譲らなかったのです。それどころかボスはロシの製造者を特定し、根本からこの件の解決を図ろうとしました。そう、でも相手は狡猾なやつでね、売人はブツを売るだけでその裏に誰がいるのかとかは一切知らなかったの。そこでパパは長期的な計画を練ることにした。
秘密裏に売人と連絡してついにそのうちの一人を口説き落としてね。な、その人の名前はジャック。ロシのせいでバラバラになった家族をたくさん見てきて負い目を感じてたみたい。ある夜、パパは郊外の荘園でパーティーを開き、そこでジャックと情報を交換しようとした。けど庭から2発の銃声が響いたの。それを聞いて私たちが駆けつけると、そこには銃を持ったパパと撃たれて死んだジャックしかいなかった。え？なんでだよ。だって2人は手を組んでたんだろ。リネの事件と似てるでしょ。犯人に疑いの余地はなく、いくら考えても犯行の動機が見えてこない。でも当時はスルーしちゃってたけど、今になって思い返すと重要な手がかりがそこにはあった。リネの裁判同様、現場に残された服がね。そう、あんたのヒントのおかげだよ。あの服はジャックが気づかれないよう変装するための道具だと思ってたけど、今考えるとこれは現場に第三者がいた可能性を示唆してる。それに銃声が2回鳴った理由も改めて考えてみないとね。うん、未解決事件ではあるけど、今なら新たな進展を望めるはず。このまま一気に真実にたどり着けるって私の直感がそう言ってるよ。ジャックは生前温厚な性格で、自身の行いを何度も懺悔していました。突然裏切るという可能性は低いでしょう。第三者に関する手がかりは真実にたどり着く鍵になるかもしれません。しかし水を差すようで申し訳ありませんが、ボスとお嬢様の執事である私からいささか進言したいことがあります。相手は残忍な手段も厭わない難敵です。ボスはその長年の対立により命を落とされました。スピナリ・ロースらが衰退した今、ポア村長はようやく得難い安寧を手に入れ、ボスと同じ鉄を踏む必要はありません。ここは賢明なご判断を。それがパパの望みなら、本人の口から直接言ってほしかったよ。パパと一番関係が深いのは私のはずなのに、まるで私だけが輪の外にいるみたい。謎をいくつも抱えたまま亡くなったけどさ、それに何の意味があった？それで何を守れたっていうの？ロシもフギのカーレスも、虫の息になったスピナディロースラだってそのまんま、何も変わってない。私がそんな無意味な死を受け入れて無意味な一生を過ごすことに甘んじるとでも思ったわけ？あの日からそうしようと思ったことなんてない、一度たりとも。私は全ての人が受け入れられるような決着をつけたい。失踪者にも被害者にも私自身にもね。ナビア。確かに今はこれ以上ない機会でしょう。お嬢様の相棒もとても頼りになるお方です。そしてやっぱり何か知ってるのね、マルシラック。はい、実はあのパーティーが始まる前にボスはすでにロシと連続少女失踪事件のつながりについて存じていました。そして両者の対立を一気に加速させたのが、お嬢様、あなたが連続少女失踪事件のターゲットに選ばれたことです。え？ボスはとても珍しい病気にかかっていました。きっとそれもお嬢様にはお伝えしていなかったことでしょう。しかも余命5年足らずとそう医者に宣告されていました。そんなボスにとって連続少女失踪事件は
強い焦燥感を与えたのです。この長く続く争いを解決するには5年では到底足りません。もしボスが病死すれば、お嬢様は危険にさらされることになります。ですからボスは相手の行動を牽制するために手にある情報を利用することにしました。ボスは重要な犯罪の証拠を握っていると先方に告げ、その情報をスピナディ・ロースらの、お嬢様が無事である限りその証拠は公にしないと約束したのです。そしてもしお嬢様が失踪すれば、ボスもしくはその秘密を知る人間がすぐにロシと失踪事件について暴露するように手配しました。つまり痛み分けってことか。事実その牽制が効いているのは証明されています。ボスが亡くなった今も相手はお嬢様に手を出してきていません。信じらんない。だってあのパパが病気だなんてそんな風には見えなかった。衰弱し息も怠惰となった姿を見せたがる親などいません。特にボスの性格であればなおさらです。ボスにとって決闘で死んで不義の名を背負うことになろうとも、娘の前で格好がつかないことよりマシだったのでしょう。そんな、私を守るために黙って死ぬことを選んだの？お嬢様、あなたはずっと誤解されていたかもしれません。ボスが渡したかったのは傘ではなく剣なのです。事件に巻き込まれた全ての人が受け入れられるような決着をつけたい。もしそれをボスが聞いていたら、きっと胸をなで下ろしていたことでしょう。あのバカ親父、一体どんだけ周りくどけりゃ気が済むの？いや、むしろ私が理解できる日をその目で見ること自体元から期待してなかったんだ。だからこんな手の込んだ準備をしたんでしょう。そんなに私のことを信頼してるの？もし私がここまでたどり着けなかったらどうするのよ。うん、そうかもね。パパの考えでは、私が望めば不甲斐ないまま一生を過ごすことができた。でも幸い、パパは私と心から話し合ったことがほとんどなかった。つまり私のことを分かってなかったのよ。ま、これに関してはパパの取り越し苦労ってやつかしら。で、マルシラック、その肝心な証拠って何なの？ロシの製造場所です。つまり相手の本拠地となります。
かつてボスが交換条件を突きつけた時、この切り札の中身までは相手に明かしていませんでした。しかし、たとえお嬢様がこの切り札を使うにしても、ある大きなデメリットが伴います。どうしてだよ。場所が分かったなら、あとは乗り込めばいいだけだろ。私たちの敵は数十年も続く危険で謎に満ちた組織ということを忘れないでください。私たちは相手の本拠地の状況について何も知りません。調査でどれほどの手がかりが見つかるかも、どんな人物を捕らえることになるかも不明です。さらに一度乗り込んでしまえば、それは相手に宣戦布告をしたも同然となります。最悪のケースは、収穫が何も望めぬどころか、ボスが最も忌避していた状況を早々に迎える可能性だってあるでしょう。じゃあフォンテーヌの公的機関と協力したらいいんじゃないか。リネ様の裁判で、あの警察隊員をご覧になったでしょう。公的機関のどこにまで手が伸びているかわかりません。確かに、パパも当時、どうしようもなかったのかもしれない。でも今は状況が違うでしょ。違法薬物と失踪した少女が結びつけられたことで、相手の犯行を証明しやすくなった。いろんな可能性を考えてるんだな、お前。はい、私はボスとお嬢様の執事ですから、お二人の意思は私の意思でもあります。お嬢様のために全てのリスクを背負う覚悟はできております。ですが、残念なことに私の力不足は否めません。秘密を守りつつ、基本的な調査をして機が熟すのを待つことしかできませんでした。マルシラック、ありがとう、そう言ってくれて。ここ数年で何か収穫はあった？そうですね、これまで得た情報から推測するに、黒幕はスピナディ・ロースラをよく知る人物、またはスピナディ・ロースラにスパイを送り込んでいる可能性があります。お嬢様の代わりに私が日々の指示を出すとき、わざと一部のものを覗くようにしてきました。そしてそれに合わせて、私はロシの売人の動向を観察してきたのです。もし売人がこちらの動きを知らないようであれば、その時に指示を受けていた者は白、逆に知っていればその中にスパイがいるというわけです。それを繰り返して容疑者を狭めていき、手がかりに沿って調査したところ、この方法で容疑者を3人にまで絞りました。一人はスピナディ・ロースラの参謀、フローレント様です。え？彼が？はい、信じられないのも無理はありません。あの方はボスが最も信頼していた腹心の一人でしたからね。しかし、言い換えれば、彼はボスのことを最も知る人物でもあります。その身分を利用することで、
スピナディ・ロースらの動向を真っ先に知ることができます。我々の組織の中でもうまく立ち回れるでしょう。彼の状況と似ている容疑者がもう一人います。カブリエール商会の会長マーセル様です。マーセルおじさんが、ポアソン町にある地元の商会でボスが支援していました。最初は背取りのみで商売をしていましたが、今やその潤沢な資金により都市部にまで手を広げています。つまりスピナディ・ロースらの姉妹組織みたいなもんか。そんなところね。ロシの問題をどうにかしようとしてた時、彼らは資金と商業面でかなりの支援をしてくれたの。でも自分で自分の首を絞めるようなことする？ありえない気がするけど。最後の一人はスピナディ・ロースだと本邸の警察隊の公的な連絡窓口を担当するティエリー様です。スピナディ・ロースらは大半の行動に制限はありません。しかし報告しなければ行えないものも少なからず存在します。彼なら報告の内容からスピナディ・ロースらの動向を知ることができるでしょう。なるほど。いずれも普段から私と付き合いのある人たちってことね。信じらんない。長いこと追ってきた宿敵がこんなにも近くに潜んでたなんて。しかも一度たりとも疑ったことない人が。彼らを調べるときはくれぐれも悟られないようにご注意ください。過去の経験から見てその人物は非常に慎重ですから。わかった。こんなにたくさん情報を集めてくれてありがとう、マルシラック。とんでもございません。これこそ私の責務ですから。それとボスの汚名を返上するのならジャックの死因も避けては通れません。彼の死後その家族の世話はスピナディ・ロースらがしてきました。必要であれば彼らのところまでご案内しましょう。ひひ、助かるぜ。お前って頼りになるな。また事件の調査ね、相棒。さあ真実を突き止めてやりましょう。私たちが協力すればこの全てに終止符が打てるはずよ。